ドラフト100、ドラフトじゃないわ、150キロ未満縛りやっていきます。留学生もいない、そして現状はまだ最下位になる可能性が非常に高い。ただ野手陣は強くない、今年もしかしたら一気に大幅に上がる可能性もあるのかもしれません。というわけでシーズン終了までいきましょう。4位とかいけんじゃない、野手陣強化したし。終了までいきました。11月2日、 52.5 ゲーム差、34勝107敗、26勝112敗から107敗、26勝からちょっと上がってますが、この辺でちょっと頭打ちというか、序盤一気にね行ったからもうちょっといけるかなと思いきや、結構停滞しておりますね今現状としては。金がやばそう、無駄にね金使えるからね、金使っちゃいがちなんですが、ピッチャー陣も良くない、打線も良くない、まあ最下位なんでね、100敗以上してるチームはどっちもよ良くないから負けているんですと。規定はゼロ。秋山、こういうベテランの選手に頑張ってもらうしかないね。島村、深澤、この辺り期待してますね。ただ覚醒したって146キロ、ただ4球種。柳沢148、怖いね、いつ150キロになるかビクビクしてます。打っては打ってる選手がいない、一番上が63だもんね。この辺が464で規定立っちゃってるのが良くないね。将来的には期待できるんですがね。大山、2割1分1厘16本、大山さん、 FL 取った大山さんが全然活躍しなくて困ってるんですけど、これってクーリングオフ効きますか大山な。なんでこんな打てないんだろう大山。大山一人にマークが集中してるからかな。他の選手がもうちょっと頑張ってくれれば大山も打てるんだ。大山が悪いわけじゃない、大山一人の責任にするのはやめよう。数年前の阪神みたいなことになってる。ああゴールデングラブ、えらい、すごい、大山ゴールデングラブ取って、岡本欲しかった、岡本に交換してくんねえかな。あー山下俊平太18勝無敗だ、勝率は 1.00。 あらら170、いい、190イニング281奪三振、いいえ山本由伸えぐ、早くメジャー行ってくれ本当にお願いだから、えぐすぎるで成績が山本由伸の。そろそろメジャー行こうよ。18勝無敗もいれば、えぐすぎるで、去年が10勝10敗だったんだ、 2.19 で、今年は20勝3敗と。いや281奪三振、うわその前の291奪三振してる、 1.11、 あらーすごいですね、すごいことやってんな。岡本の援護があったからか。で岡本でも去年も打ってるでしょどうせ、まあ、去年よりも今年の打ってるのは3割4分7厘56本181打点と。はあ大沢春の記録も超えましたと。森は外野で出てんのかな、キャッチャーは頓宮なのかな、キャッチャーは若月なのかな。若月が昔の若月に戻ってると思いきやホームランは打ってる。若月の右方向の打撃は伸びるからね、それ花咲徳栄の4番なんでね元。あスカウト変えても見てもよかったね、大山の年俸が8800万まで下がってきました、8800万、うーん高いね、この辺が高いんよ活躍しない割に。ただ払わざるを得ないと。あそうだ150いってるやついる、普通に勝てないんだけど。あでもそれは150いかないような選手が取れてないっていうのもあるのか。でミッシーマが怪我しちゃいました、ちょっとごめんなさい引退です、おそらく肘靭帯だろうね。150いってる選手は今のところいませんでした。森 1.50、 すごい活躍してる、ただ年俸は下げます。うーんこの辺は渡しましょうか、この辺も渡しましょうか。池山結構将来有望な選手っていうのは多いんだけどね。玉野、期待はしているんですがあまり活躍しないと。キヌカはパワー B って聞いてたけどパワー D なんですが、スカウトの目は信用できない。
3球しないピッチャーには払わなくていいのかなと。149、やべえ、首、ちょ、もう首にしとくか。これどうせ150いくもんな、こんなやつ。どうせ150いくんだったら早めに首にしてる方がいい、お金がもったいない。149のやつ150いきます。3球種あるやつは基本払っていきましょうか。ただこの辺のベテラン陣払わなくていい。2.13 だって活躍してんだね。三好も使わないか。石川4点台地味に頑張ってる。石川慎吾も対左では使える。江村もうちょっとキャッチャー C って結構貴重よ。期待の逸材ですがタイピン F がね良くない。深澤はいけるかこれ。ちょっと 持ち直すかな。この球速で1なら4点台も貴重なんよな。ノムスケとか3点台だしね、あまり首にはできないと。うん、4点台前半は首にしづらいけども、いやでも残すか。足立は2割8分8に打ってんだ。与座の 4.44、 荻野福の 3.33。 なんかそんな悪くなくない。ベテラン陣は意外と頑張ってるのか。若い選手が良くないのかな。戦力外、自由契約、引退と。もう頭数は揃ったんで、こっからはそこそこ強い選手が取らないよ。そしてお金を、それでお金を節約していこう。必要な選手が取らなくていい。あとは戦力外で人を集めればいいんで。まあ、この辺の球の速いのはいりません。144。おお、高田ありだね。スカウトの調査力がバグってんのか知らないけど、なんか、強すぎるんだよな、こいつら。144。できたら140前半の選手がいいね。146とかになってくると、ワンチャン150いっちゃう可能性があるんで、これ137とか。いやー、強っ。コントロール A だって。本当なのかな ?139 とかね。ただ伸びがないのが厳しいね。特納もいい選手多すぎるんよな。そんなおそらく良くないはず。うわー、出たー、張本。張本行くか。まあ、ドラ1はハリーで行きましょうか。また外野手増えちゃうけども。野手取りすぎてもな、ちょっと活躍できないんだよな、野手が。野手が今結構停滞してるのか。うわー、すごい。後ろの方に大体いいくじは残っていると。まあ外れてもいいでしょう、ここは。ここは次のための布石。野手なぁ。コヌマ取ってもいいんだけどね。結構今野手停滞してるとこがあるんで、投手ドラ1取ってもいいかもしんないね。高田、144キロならいいでしょう。あー、高田上げ重複するか。2球団は今のとこ2回連続当てていると。あー、コヌマまあ取られるでしょうね。ならばじゃあ、球が遅くて、いい選手。3球種持ち。ドラ4は絶対野手が必要なんで、ここで投手取っとくか。ドラ3だから投手取れるでしょ。で、ドラ4で野手いこう。野手一応今んところまだ1人も取れてないんで、キャッチャー取ってもいいかもしんないね。新たなキャッチャーを育成するのもありかもしれない。ただ野手はもう結構今人取ってるから、そんなにいらない。必要なポジションは今キャッチャーぐらいか。それ以外はもうある程度枠が埋まっちゃってきてるんで、あえて取らなくてもいいのかなと。ここ数年は取らなくていいかな。そっからまた何年後かに取ればいいと。ならばじゃあ島取ろう。覚醒すればラッキー枠ぐらいで。で、弾の遅いので、伸び F はちょっと使い物にならない。
伸びし140キロ、まあ、140キロ取るか。でこの辺で終わろう。ほんまはさっきの最後も取らなくてよかったのかなと思ったけど、取らなくてよかったかな。高田平野清田島古田と FA やらで補強もできるしね。あえて無理に育成する必要もないと。私は投手を多めに取りました。一発乱調。中継ぎか。いっぱい乱調持ってる時点でもう先発で使えないんでね。どのタイミングで爆発するかわからんからな。藤波慎太郎はもちろん150キロ超えますよね。ただ4900万と非常にお安くお得です。さあ西川、栗林却下された、かわいそう。栗林150投げるよな。156、当たり前のようにみんな速い球投げるね。さあ151154158152、村神取るべき。ワンチャンメジャー行ってくれてもいいから。3億、いや3億、33334、よーし村上取れた。ただ村上を取ることによってお金がなくなります。村上メジャー行ってくれ。来年村上メジャー行けば一番。あ、上田ラッキー、上田でいいんだ。ただこれで機材買えなくなったんじゃない。134、機材買えません。選手も取るの気をつ、ああ強くね。あわなか、本当はちょっといろいろ取りたいんですが、前川とかも取りたいんよな。ただ野手は今の選手を育てるので精一杯と。中山とかもね、パワー A だって。27だしな。もうこっから大幅にミートが伸びることもないでしょう。であればベテランの158、斉藤幸也すごくね。球速や。あーいいね、佐々木千早。これ球は速くないけども特能がいい選手。青柳とかくれんの。148、もう劣れるか。あーでも青柳な、青柳赤徳が多いんでね。非常に石田とかまだやれるでしょ、中継ぎなら。石田150いってないよ。144と。これ多分球が速くない技巧派の選手を取っていくと。サチヤも赤徳というか、タイタリーと伸びいいがね。森原結構強いよ、伸びがあるから。赤継ぎはこういう選手を補強していったらいいから、そこまで無理にピッチャー取らなくていいのかな。岩崎もいるしね。ドラフトでそこまで取らなくていいね。球の遅いピッチャーって、あー留学行けなくなっちゃった。これでコリア留学に行けなくなってしまいました。あ、じゃあ今年、あれか、留学ないのか。今年はコリア留学行けないのか。あ、もう見ることもできますね。確か行けないよね。去年留学行ったから今年は留学行けないしちょうどよかった。で、機材も買わずにキャンプ。キャンプ終わりました。大山サード、村上ファーストで行くか。最強のフォーメーションと。ただ大山があんまり打たないっていうのがちょっと現実あるんですが、でショートは池山、宮本を使いつつと。打線は悪くないはずなんですが勝てないと。 WBC 選ばれるでしょ村上も。だから村上マジで活躍してメジャー行ってくれ。今年の村上の目標は三冠王、そしてメジャーリーグ挑戦。それで金がうちが潤うんで FA の選手も取れるから、本当に活躍してください。てかメジャー行ってくれ。活躍しなくてもいいから、なんか20億でメジャー行ってくれ。海外志向が強いんで、いつメジャー行ってもおかしくない契約となっております。村上はうちは、あの今回のルールとしてはポスティングは全て承認しないといけないというルールはあります。 FE は引き止めれるんですが、ポスティングは全部承認です。それじゃあバイバイ、さよなら。